お花紙に糊を塗って作ったシートで半透明のみずみずしい若葉を作りましょう。材料と用具を用意します。クリアファイルは丸い切れ目のある方を下にしておきます。その上に緑のお花紙を2枚重ねておきます。ここではよくわかるように2色使っていますが、同じ色を2枚でも構いません。お花紙を縦長に置き、糊を塗っていきます。ハケに糊をたっぷりつけて、容器の縁で軽く落とします。ハケの上側の部分にたくさん糊がついているので、ひっくり返して真ん中から外へ塗っていきます。破れやすいので、一度塗ったところは何度もこすらないようにしましょう。下まで塗ったら上下をひっくり返し、同じように塗っていきます。こんな風に透き通って見えるようになります。もしお花紙がよれて穴が開いてしまったら、穴よりも大きめにちぎったお花紙を乗せて、ハケで押さえるようになじませましょう。これを必要な枚数作って乾かします。完全に乾いたらクリアファイルからスルリと剥がせます。ザラザラした方を内側にして半分に折ります。さらに半分の半分に折って真ん中で切ります。開いてみて片側に葉っぱの形を描きます。後からバラバラにするのが簡単になるよう、この部分は1センチほど残しましょう。葉脈の斜め線も描きます。線の間隔は約1センチです。慣れればどちらも描かなくても構いません。葉っぱの線で切ってから葉脈の線に沿って蛇腹折りにします。これを開くと4枚の葉っぱがつながっているので、間をちぎってバラバラにします。真ん中が谷折りになっている方が表です。光沢のある葉とザラザラした葉が2枚ずつできます。全部できたら長さ10センチほどに切った細長い画用紙に貼り付けていきます。先端に1枚貼ったら、あとは互い違いになるように貼ります。3枚から5枚を1セットにしておきましょう。ここでは液体のりを使っていますが、洗濯のりが耐水性ではないので、つけすぎるとシートが溶けることがあります。液体のりを使い慣れていない場合はスティックのりを使う方が無難でしょう。飾るときは木の枝先から貼っていきます。この木は1年を通して使うので画鋲を使っていますが、糊で貼るとよりきれいにできます。濡れたような光沢のあるみずみずしい若葉なので、雨粒と一緒に飾ると6月の壁面制作にぴったりです。